った気がした。携帯なんて出なくていい。いつの間にか時間が止まるのに、翌朝君が先に出て行ったボケにと鍵残して、
たち3年、あ、間違えた、3人は4年生で絶賛就活、就職活動中でございます。その中でちょっと飛び入り参戦という形で今回鳥の前にちょっとねやらせてもらうことになりました。皆さんどうですか、楽しいですか？やっぱり新刊って結構大切なライブだと、ね、思ってて、何しゃべろうと思った時に、なんか軽音部の魅力を、あのちょっとなんか就活みたいになりますけど、なんか軽音部の魅力をこう伝えていければと思ったんです。で、さっきのあの時間のね、MC で石橋くんが、なんか知らん曲とかね、いっぱい知れて、なんか先輩からもなんかいい刺激もらってみたいな、それ本当あると思ってて、なんか簡単になんかまとめてみると、なんか2つのなんか意味のなんか出会いみたいなのがあると思ってて、まあ、1つはもちろんその人間関係の先輩後輩、まあ、同級生の出会い、好きな音楽ができる環境があるよっていうのと、でもう1つはその知らなかった曲とか音楽とかとの出会いみたいなのがね、その先輩がやってて、あ、これめっちゃ好きやわとか、自分もやりたいとか結構なってきたし、でそうね、みんなに思わせられるようなライブがしたいね。まあそんな感じで、軽音部はすごい明るく楽しく、まあちょっと去年度は、まあ、コロナウイルスの影響でなかなか活動ができなかったんですけど、まあ今年はこうやって少しでも活動ができるようになってきて、まあ本当にみんな好きな曲を好きなみんなと人たちと一緒にやっていく、なんか一つのものを作り上げていくみたいなのが、ね、結構ずっと続いてて、僕たちもね、なんか好きな曲をねやろうということで、そう、そんな感じです。やりましょうかね、次ね。ごめんなさい。ちょっと激しめの曲が続いたんで一回落ち着きましょう。
がパッと現れてくれ、何気ない毎日を君色に前回やってたんですけど、何も面白いものは生まれませんでした。残念ながら。で、何を話そうかなと思ったんですけど、まあ、みんな軽音部の魅力について話してくれたので、私は皆さんの背中を押すような言葉を言えればいいなと思って話します。私1年生の中にはもう入部決めたよっていう人もいると思うんですけど、まだ入ろうか迷ってるよって人もいると思います。私も1年生の時は最後まで入部するか迷ってたんですけど、当時の部長にまあ迷ってるならとりあえずやってみたらいいよって言われて、それで入部を決意しました。なので、まあ皆さんも今迷ってるならとりあえずやってみて、それでまあ入ってみてちょっと合わなかったなって思ったら、まあその時考えてみたらいいんじゃないかなって思います。はい、以上です。ありがとうございます。いや、いい言葉ですね。本当に皆さんちょっと猫で落ち着けたと思うんですけどね。じゃあ次もね、ちょっと泳ぎ曲をやりますので。Thank you.
らもう今まで4曲をやってきて、その次1曲、もうラスト1曲ですけど、ちょここまで2人が軽音部の自分がなんか入った入部のきっかけみたいな話してくれたんで、まあ、僕も話してもいいんですけど、まあ、逆になんか話さずに皆さん入部してきたらぜひ聞いてっていう感じで、ね、ちょっとずるい戦法で行かせてもらおうかなと思うんで、ぜひね、なんか僕たちのその音楽聴いて入ってくれても嬉しいし、なんか元からもうめちゃめちゃ入る気で今日来てくれてる子もおると思うんで、すごい僕たちはどんな初心者でも上手い人でも仲間が増えるのはすごい嬉しいことなんで、ぜひ入部してくれたらいいと思います。本当に今日はね、たくさん来てくれてありがとうございました。あー、それだけが止まっちゃって